更新剪定をやる時期です。あと少ししたら病気のナスが出てきてしまった場合には一緒に肥料を与えてみてください。収穫をしてからの作業になります。週1とかでやられてる方は、どうも母ちゃんですっていうことで、今日はナスの病気が発生した時にやる対策について説明していきたいと思います。この動画を見てる皆さんもナス育てていると思います。順調に育っていたナスが病気にかかってしまって元気がなくなっている方もいると思います。この8月っていうのは収穫もたくさんしてナスの株っていうのがとても体力を使った時期なので病気にかかりやすい時期にもなっています。で、病気にかかったナスの枝っていうのをそのまま放置しておくと秋ナスまで取れなくてこの夏で枯れてしまうなんてこともあるので気をつけるようにしてください。で、せっかく育てたナスが秋ナス収穫できずにこの8月で枯れてしまうっていうのは悲しいので、そうならないためにも最後まで見てぜひ秋ナスまで楽しむためにしっかりとこれから言う作業をしてみてください。はい、それでは行ってみましょう。9月までにチャンネル登録5万人目指してるので、まだしてない方はぜひチャンネル登録お願いします。現在のナスの状況です。はい、こんな感じで、僕の家このようにしっかりといいナスっていうのができてくれてます。で、こちらもしっかりと花芽できていていいですね。で、今日は少し雨が朝降ってくれたのでこのように葉っぱが濡れている状況です。なので、ナスにとっても水分を吸収できる機械だったのでとてもいいです。で、逆にちょっとこのようにして擦れてしまって傷ついてしまっているナスっていうのもあるんですけど、比較的順調に育ってくれています。でね、ちょっともうここら辺が茂ってきてしまってるので、また明日収穫するときにここら辺は少し切り戻しだったりこの葉っぱの除去っていうのをしていきます。で、ずらーって見るとこんな感じです。で、ここら辺ちょっとなんかコガネムシかなんかに食べられた葉っぱがあるんですけど、こういう葉っぱもあと少ししたらまた上の葉っぱが大きくなって日陰になるので、こういう古い葉っぱっていうのはもうパチパチ取るようにしていきます。で、あと育ててる中でちょっとこういう黄色い葉っぱっていうのが出てきます。で、これはもう光合成もしないしこのつけておくだけ無駄なので、こういう葉っぱがあったらすぐに除去するのをおすすめします。はい、ということで僕の家では比較的この元気にナスも育ってくれてるので病気になってる枝っていうのは見つからなかったです。ですが今後何かがきっかけで病気になってしまって元気がない株なんかも出てくるので、そういった時はこれから紹介する更新剪定っていうものをしていきます。この更新剪定をすることによって一度ナスの株っていうのを元気じゃない状態からリセットして元気な状態まで持っていきます。なのでこの更新剪定をぜひ皆さんもしてみるようにしてください。更新剪定をやる時期です。更新剪定は7月の後半から8月の中旬までに行うようにしてください。そうしないと病気にかかったままになってしまうので8月の後半にナスの株が枯れたりしてしまいます。更新剪定をすることでナスの新しい芽や枝を出して株をリフレッシュさせて秋ナスを収穫させる方法となっています。で、皆さんの場合でも育ててるナスで病気のナスが出てきてしまった場合には更新剪定をすぐにするようにしてください。治るかなって思って放置しておいてもいい結果にはならないことが多いので、この時期は勇気を持ってバッサリと枝をカットすることをお勧めします。切り戻しではなくて更新剪定みたいにバッサリと株を切ることによって秋ナスを収穫できる確率が上がるので、少し怖いとは思うんですけどぜひやってみるようにしてください。ではどのようにやるか説明していきます。今この僕の指が刺しているところの株がこれ元気じゃない株だと仮定してみてください。この株が元気じゃないとしてこの高さ上まであるんですけどそれの3分の2ぐらいからバッサリと切ります。で、この3分の2がちょっと分かんない方は半分よりも短く切ることをしてください。で、この切る前にはここにナスの実になっているのでこのような収穫できそうな実は全部収穫をしてからの作業になります。で、更新剪定のやる
注意点なんですけど、晴れた日の午前中にやってみてください。まあ雨が降る予報の日だったり、翌日雨が降る日なんかには切り口に泥が跳ねてついてしまう可能性があるので、できるだけやめておいてください。で、まあ仕方なく家庭菜園で週1とかでやられてる方は、もうそのようなリスクがあっても構わないので、この更新剪定するようにしましょう。で、これをカットしていくよって言ったんですけど、この芽が出てないところ、ちょうど芽が出ているところの上でカットするようにしてみてください。ではどこに芽があるのかっていうのを確認していきます。で、今結構だいぶ下がってきたんですけど、まずこの枝からここに芽が出てきてます。なのでこの下の芽っていうのは残しておいてほしいです。ここの芽からまた強い新しい新芽が生えてきてるので、ここからグググググって芽が伸びてきます。そうすることによってこの花が咲いて、この上のナスみたいな感じでこのように実がついてくれるので、まずカットするところっていうのはこの新しい新芽、ここに今ちょっと分かりづらいんですけど出ているので、これの少し上、ここら辺から切るようにしてください。で、このここをまあカットしたとして、あとはこちら側にもこの上、ちょうどちょっと葉っぱで隠れてしまってるんですけど、このように新しい芽が出ています。なのでこういう芽を残してここら辺からカットすることによって、新しい新芽っていうのが1箇所2箇所3、4っていう形で、あ、まあここ切ってんのか、なんかまあ3つが1つの株で、1つまあ2、3で、この下にも新しい新芽っていうのが出ています。なので更新剪定やってここ切ってしまうんですけど、新しい芽っていうのが生えてくるので、また新しくナスっていうのがこんな感じで実ってくれるようになります。なので更新剪定一度やってしまったら、この花芽がついてるものがなくなってしまうので収穫量落ちてしまうんですけど、この病気対策にはもってこいなので、ぜひこのようにしてこの更新剪定をできる方いればやってみてください。はい、ということで今説明したみたいに、病気のナスの株があったら更新剪定をバッサリやってみてください。まあ、更新剪定とともにもう一つやってみてもいい方法っていうのがあります。それはナスの根っこを切るっていう作業です。で、これは僕の家ではしてないんですけど、してる方もいるので説明しておきます。今まで生えているナスの古い根っこっていうのをある程度のところでカットしておくことによって、新しい根っこっていうのが出てくるようになります。そうすることによって株もリフレッシュされて、よりよく栄養吸収できるっていう方法もあるので、そちらも試してみたい方はやってみるようにしましょう。で、まずナスの根っこっていうのはもうこの通路側まで出てるんですけど、カットする場所っていうのはこの根っこ、マルチをしてるところ、だいたい半分のところに植えてるんですけど、そこからこのマルチの間、マルチの端ですね、端があるんで、そこのちょうど半分、僕の手の触れてる部分ぐらいで、まずシャベルを入れてナスの根っこを切るようにしてみてください。まあ、そうすることによって新しい根っこっていうのが生えてきます。根っこが切り終わったら、まあ、鶏糞とか、あとは化成肥料888を少しこの中に撒いておくことによって、それを新しいナスの根っこが生えてきて、そいつが吸収をしてくれます。なので、こう根っこを切った際に一緒に肥料を与えてみてください。しっかりと中に肥料を入れた時には水もやることを忘れないでください。で、この水っていうのは本当にたっぷりめであげていいと思うので、皆さんが思っている倍の量だったりをあげるようにしてみましょう。で、まあ今説明したみたいに、更新剪定をやることによって病気のナスっていうのは復活してくれるようになります。で、この病気になってしまったナスっていうのは、早めに対処することによって株が元気なうちに新しい芽を出す元気があるので、まあ、新しく元気な芽を出してくれるので、まず病気を発見したらなるべく早くやるようにしましょう。で、病気の末期にこれをやってしまっても、やばい雨が降ってきた、ナスの株に元気がない状態になるので、あまりうまく復活してくれないので、なるべく早く病気になったら更新剪定をやることを覚えておいてください。で、更新剪定をやった後には新芽が出てきて、これはコガネムシとかが大好きなものとなっているので、このコガネムシ対策もしっかりとするようにしましょう。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。